い、お帰り、お疲れ、こんばんは、バチコでございます。さあ、今日、今回はですね、あの NiziU の話というよりも、NiziU が所属する JYP さんのいろんな、話が出てきているということで、それについてちょっと考察していきたいなと思うんですけれども、こんなヤフーニュースが出てきました。 NiziU 弟分発掘へ、 NiziU プロジェクトシーズン2始動と、いうことで、JY パーク、そして NiziU が韓国から中継で会見したというニュースがですね、上がってまいりました。これどう、前からね、ボーイズグループ、ボーイズ版の NiziU プロジェクトをやりますよということはね、 JY パークさんもずっと言われていたんで、いよいよ始動かという感じなんですけれども、このグループが、これから応募して、オーディションをやっていって、で、デビューがもう2年後の3月というふうになってるそうでございます。結局オーディション受けて、でそれもまた撮影したりなんか、ずっと追っかけて、ドキュメンタリーで追っかけて、でそれをこう出していくのが、来年の下半期ということですから、まあまあ1年後ぐらいからでしょうね。この1年後の夏とか秋口ぐらいから、あの NiziU プロジェクトみたいな感じでバッと出していって、で、3月のデビューに向けて盛り上げていきたいというようなことですよね。また今回も JYP さんとソニーミュージックさん合同で、やるとプロジェクトだそうでございます。だから、まあそういう、まあ仕掛けをね、作っていきながら、3月、来年、再来年の3月にデビューバーンとして、まあ NiziU みたいなこう盛り上がりを見せたいという、まあ、狙いなんでしょうけれども、だからこれどうすんねやろと、つい先日、謎のね、ガールズグループ来年2月頃にデビューさせますと、でそれの CD を予約してくださいみたいなニュースも出てましたよね。これが、7月の、もう7月いっぱいぐらいかな、予約期間がもうわずかですよ。だからもうそこしか発売しませんという、だからもう限定販売みたいなことでね、言うて、もう誰が出るかもわからない、何人組かもわからない、名前も決まっていないというような状況で、ただ、なんで、まあ女性グループだということはわかってる、まあ曲も全然わかれへんのに、予約どうですかいう話だったんですけどね、来年2月。これもメンバーまだ決まってないらしいでしょ。今から決めていくのか、でもね、今から決めるというか、あのオーディションしてっていうことじゃない、もう決まってんねんって。来年2月、もう8月やん。半年後デビューするね、グループのメンバーが決まってない。それでいて予約、CD の予約だけ受ける。こんな怖いことでけへんと思うよ。だから、まあ練習生なりなんなり、JYP のね、ある程度決まってんねんと思う。まあまあ、本決まりじゃないにしても、何人かのこのメンバーがいて、で、そっから、まあ言うたら、デビューするっていうことは決まってて、ただその予約状況とか、みんな世間の期待度によって、これどうしようかと、うわーっと来たら、やっぱりもう、ほんまにこう、気合い入れていかなあかんしって。まあなんせ、人数増えれば増えるほど、経費もかかることやしね、やっぱ見込みがないことにはあんまり大所帯では出されへんなみたいなこともあるやろうし、まあどういうことか分かる、まあとにかく決まってると思う、大まかな大体のメンバーは。で実際にデビューするのは、じゃあこの人で決めるのはまだこれからかもしれんけど、はい、まあまあ決まってますわ、うん。まあ、これに関して言うたらね、もうそんなもう、いわゆる青互いというか、もう青た、まだ何もできてないのにっていうのはあるけど、いわゆるこれ、あの音楽業界、まあいわゆるエンタメ業界のアイドルのクラウドファンディングみたいなもんやね、クラウドファンディングってまだ何も出来上がってない、これからこういうものを作りたいと思っていますっていう、これに対してもう、あの前もってお金いただけませんかと、そしたらデビューした時にこう、これを発売した時になんか特典がありますよって、ね、その代わりその先に買ってくれたというお金を元手にこれが開発できますみたいなことですからね、まあまあこれもいわゆるクラウドファンディング、先お金くださいと、ね、それによってこうお金ボンかけて、レコーディングやなんや MV やとバーッと作ってっていうことですよ。でまあそれを投資した、まあいわゆる投資ですよね、投資した側もさあどんなのが出来上がってくんねやろ
っていう楽しみにしてくださいっていうのがこれの、まあ、楽しみ方だと思います、うん、そのグループがそのデビューして売れるか売れないか自分の好みか好みじゃないかってこれはまたそっからの話、その後じゃあ2枚目以降買うか買わないかそれはまたその時決めたらいい話です、はい、だからそういう投資だとか夢とかねワクワクするっていうことを買いたいであればこれも予約するべきでしょうしね、はい、ということでまあまあ、どうすんねんっていう人も いたりこういろいろ話、見解はあるようですけども私はちょっと面白いのやっぱこれだけの、実績がある JYP が仕掛けてきているそこそこの手応えはあるはずですわね。だからそれ楽しみにまあまあ好みじゃなかったら別にね、それ以降追っかける必要ないわけですから私だなんてもう忙しいもう20に TWICE ちゃんに1位にね、まあ、他のグループもちょっと最近あのロケットパンチも気になってきてるところだし本当にね、もういろいろあるわけですからもうそんなもう、うん、JIP だから絶対っていう必要もないわけですからねただでも面白そう楽しそうワクワクするっていうことでちょっとかけてみたいなって、うん、前言うても CD1 枚分ぐらいのね投資なんてそんなそれでちょっとワクワク面白さがこう味わえるんだったらいいんじゃないかなと思いますしもう仮にボーンと売れた時には私あれ買っててんでってなるしもうそういう感覚でいいと思います。でそれのだからガールズグループがその来年2月ぐらいでしょでデビューする言うててで今あの韓国の本国の方ではテレビ番組でねまた男性グループのオーディション番組やってるやんかサイさんと一緒に J.Y.Park さんがね、うん、ラウドっていうやつあれがまた今やってて、まあ、日本人のメンバーもね何人かいたりしてでこれとこれがいずれ、まあ、そのうちデビューするわけでしょ今やっててこれ決まんの秋とか、まあ今年年内いっぱいにはメンバー決まってくるかもしれんね。そしたらもう年末とか来年明けデビューみたいなこと。男性グループもデビューさす。で、2月にはその得体の知れないガールズグループもデビューさす。ちょっともう大丈夫な20もうちょっとかまってあげてよみたいな思ってるところへここへ来てまた20の弟分発掘というこの2次プロジェクトがスタートするというニュースが出てきて、ちょっともう20どうなっていくのっていうのがそういう意味では一番心配なところではあるわけですよね。でこの会見の内容をいろいろ見ていくとこれから応募していって、13日、ね、7月13日からエントリーがスタートしたということで2次プロジェクトシーズン2グローバルボーイズオーディションということで資格は応募資格は2023年来年再来年の3月に中学校は卒業する予定という男性から下はねで上は、満22歳までの男性ということだそうです、国籍は関係ないけれども少しでも日本語でコミュニケーション取れることが条件で、エントリー部門はボーカル、ダンス、モデル、ビジュアルですねでラップ新たに作詞作曲という5部門が加わったということでこの応募は10月の29日、午後5時で締め切られるということでございますけれどもボーカルダンス、まあ、これはもうね当然のことですけどモデルやっぱビジュアル面なのこれも大事ですよとであとラップねラップもラップパートもこれ大事やねで、新たに作詞作曲が加わったとこの作詞作曲これラウドやんってここまで来たらラウドやんっていう感じになったんですけれどもまあまあ、今韓国でやってるラウドっていう、ものがあってそれのまあ日本版という感じそれと二次プロジェクトをこれ掛け合わせてということで、まあ、どんどんまあオーディション自体も進化していくわけですよね。で23年の3月にメジャーデビューを目指しますと。あ、2020年だから来年の12月に最終デビューメンバーを決定するんだそうでございます。いいですね、まあ、ということですからねこれどうなっていくんだろうと。でこの活動拠点はどうするんですかという質問に対してですね JYPark さんは、まあ、デビューしてから直後の 2,3 年間
というのは JIP の全てのアーティストにも言えることですが、その基盤を置いているローカルな地域において活動していくと、土台を作っていくというふうにおっしゃってます。ですから、まあ、TWICE も何年かしてから日本にデビューということでしたもんね。で、だから、そう考えると、あ、そうか、じゃあ、NiziU も早く韓国デビューしたらいいのにって私思ってたんですけども、2、3年は日本を基盤に頑張ると。韓国デビューはまあ、2、3年後。みたいな感じ、早くても来年っていうことになるわけですよね。うん、あ、そうかというふうに、なんか納得したわけでございます。ですから今回のボーイズグループもデビューしたら 2、3年は日本だけで頑張ってということになるわけでしょうけれどもね。まあそういったことから、また今後のね、NiziU の動向なんかもちょっとぼんやりしてたのがちょっと見えてきたなという感じはしますけれども、ということで、まあこれもね、まあ2匹目の土壌というか、NiziU があれだけ当たったんでね、これは絶対やりますよ。そらもうダメで、もともと日テレのね、スッキリさんの方であのスカイハイさんがやってるオーディションなんかもあって、わあまたやってるわとか思ってたんですけれども、最近はこのやっぱオーディション番組でこうどん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 視聴者のね気分を盛り上げて、そしてデビューの時にはもうバーッと大祭り騒ぎでデビューするという順調なデビューに向けてのね仕掛けっていうのがなんか最近また流行ってる感じがしますけれども、ぜひともなんかね、またいい人材が集まればいいなと思っております。もう大変忙しいわ。あのそういうさっきから出てるラウド、これもね男性グループをこう作っていくんですけど、これ JYP がなんか契約する、でサインの事務所が契約するみたいな、だからこれによっては2つのグループが誕生する感じなのかな。もしくはそのまあ2つ契約、所属は2つやけれども、デビューの時にはあの、アーンってなって1個のグループとしてデビューしてっていうことかな。そっちの方があれか、確率としては高いか、まあ期間限定でみたいなことになるかもしれませんけれども、でそういうのがある。もうそこへ持ってきて、今度ガールズプラネットっていうね、韓国から33名、中国から33名、日本から33名というこの、女子たちがバーッと集まって、でこれオーディションしていって、また新しいガールズグループ作るみたいなことになって、ここにはまた二次プロジェクトに出てた女の子たちも何人かもうエントリーしてたりとか、言うてやってますよ。本当にもうこれも中国からも33人、もう忙しい、あれも見なあかん、これも見なあかん、それも見なあかんって、まあ言うてもこのなんかこうその下積みのところからね、ダーッとこうわー行ってデビューするっていうのがもうこれ楽しいのよね。それを知ってるから こそ大舞台に立った時にもうガーってなれるっていうかな、まあ、そういう楽しみがありますんで、これがまあ忙しくなりますけれども、いろいろちゃんと一通り見ていきたいなとは思ってますので、興味のある方はね、ぜひとも私と一緒に、まあ、そういったお話もできるといいなと思っております。コメント欄なんかにもね、よかったらいろいろ感想など書いておいていただけたらと思います。はい、ということで今日はですね、まあ、お話だけでしたけれども、 JYAP がですね新しいボーイズグループのプロジェクト、二次プロジェクトシーズン2を始動するというニュースが出たよということをお話しました。普段は NiziU のお話とか、まあ、NiziU 界隈ですね、 K-POP、TWICE ちゃん、そして ENHYPEN とかね、まあ、そういうもの好きな K-POP のアーティストのことをお話していきたいなというふうにやっております。チャンネル登録まだの方はこちらぜひボタンをポチッと押していただいて、高評価ボタンもグーって押していただいて、また、動画見に来ていただけたらと思います。お帰りお疲れこんばんは、まちこがお送りいたました。お帰りお疲れこんばんは、まちこがお送りいたしました。また次の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう、さよなら。